愛してるよ。さあ今回の企画は売り込み企画でございます。吉本興業3年目岩崎のお二人でございます。お願いします。ありがとうございます。岩崎のカズと龍です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。え、いくつ？僕たち今年で30歳です。あら、遅めのスタート、はい、かなり遅いです。何してたの？吉本に入るまで。いや、普通にサラリーマンを、はい、あの2人ともしてて。同じ会社で？いや、違います。会社自体は違うんですけど、うん、まあ、中学校の同級生で、うん、まあ、僕が先に、まあ、お笑いやろうってなって、うん、誘って入ってきたって感じです、ね、はい、そうです。養成所に、はい、養成所からです。なんでまたそこでお笑いやろうとなったの？全部僕のせいというか。だって、はい、3年目やろ、はい、じゃあお笑いやろう、じゃあ養成所も入れたら今4年やってるってことですか？あ、そうです、はい、はい、もうコロナ真っ只中やろ。あ、もう真っ只中です。真っ只中です。エンタメがどうなるかわからん、はいはいはい、なんならもう仕事もなくなる、もう何もないぜっていう時やだから。そうです、はい、そうです。なんでお笑いやると思った？これはもう僕普通にサラリーマンしたんですけど、ある日、うん、あの会社用の携帯をなくしちゃったんですよ、うん、会社で、まあ、もちろんいろいろ聞かれるじゃないですか。なんでなくしたの？なくしたとか。でも会社の情報入ってるしな。そうです、そうです。もうそれはダメなことなので、うん、でしかも飲みにちょっと行ってたみたいなことから、うん、まあ、いろいろ詰められて、うん、まあ、すごい怒られて。それはもちろん僕が全部悪いけど、うん、もうやだなってやだなってなっちゃって、うん、ちょっと会社辞めようってそれでなったんです。めちゃくちゃクズやん。そうなんですそうなんですよ。こいつで辞めるってなって、あんな渦中に飲みに行って、はい、今そうっつって耳かきながらやってたごめんね、すいません。これ何年サラリーマンやってて？4年ぐらいですかね、はい、大学卒業して。そこまでに怒られることもあったやろ。いや、あったんですけど、はい、僕の中ではですけど結構うまいことやってきたつもりだったんです、うん、のらりくらりね、はい、ただまあだらしない部分はたくさんある、うん、けど会社にはこう、まあ、バレずにじゃないですけど、まあ、なんとかうまいこと人付き合いとかもやってきて、でそれでそのあの時にこう携帯をなくすようなことがあって、なんか僕の中では、はっ、全部崩れた、終わってしまったっていう感覚になんかなったんですよね。自分が会社で作ってきたキャラも含め。そうです、そうです。本当にこの人バカな人なんだっていう、なんか思われるんじゃないかな、後ろ指刺されるんじゃないかなと思った時にはもう上司に辞めますと、へぇ、言って、で、こいつにすぐ電話して、ちょっと芸人やりたいんだけどっていうので。働いてたやろ？僕もめっちゃ働いて、うん、僕は専門学校卒業してからだったんで、二十歳から7年間働いてたんですよ。うん。ちょうど給料が上がるタイミングとかだったんですよ、うん、僕が、うん。で、中でこいつから、ちょっと、カズ、つって、うん、芸人やろうって電話が来たんですけど、うん、ふざけんなって。そりゃそうやん。僕、うん、こいつから誘われたの3回あるんですけど、3回断ってるんですよ。おやるわけないだろう、うん、でもう年も27で、うん、今からお笑いなんか始めても、うん、親が許すわけないだろうみたいな。そりゃそうやな。4回目に本当に土下座してきたんで、うんうん、じゃあやるか。なんでそうなんだよ。そうなんですよ。いやいやいや、そうならんねん。なるんですよ。同じなんでね。いや、ならんやろ。4はなりました。ならへんって。いや、それやったら3でなれよ諸葛孔明も3でなってんねん。そうなんですよ。4でしたね、僕は。1個いくな、4個の例までいくなよいや、だあと僕観光業やってて、おう、あのコロナでちょうど仕事も減ってきちゃった時で、あ、ちょうど今の仕事のままでええのか、うん、大丈夫かな、もうちょっと重なっちゃったんで、とはいえさ、はい、その中でじゃあなんで吉本行こうやったの？いや、それも僕は、まあ、お笑いめっちゃ好きで、うん、もちろん芸人やるつもりとかは一切なく、もうただのお笑い好きでいたんですけど、まあ、転職しようと思った時にお笑いの世界に近づける何かしたいなってちょっと思って、うん、制作会社とか、おう、なんかそういう方に行こうかなと思って。裏方さんや。あ、そうです、そうですと思ったんですけど、結局まあどっかに会社に属したら朝早く起きて働いて誰かに怒られて変わらないかなっていう感覚もちょっとあって、サラリーマン時代と。そうです、はい。で、あとこのニューヨークの屋敷さんがもともとAD をやられてて、あ、そうやな、 AD やられてて、で、その屋敷さんがどっかのインタビューかテレビの中で言ってたんですけど、深夜から朝までずっと準備をして、うん、で、タレントは 2,3 時間喋って、うん、で、クイズ答えて、うん、で、自分らより給料全然もらってるんだと思ったら、うん、すごいバカバカしく思ったみたいな話をされてて、言うてるな。そう、それを聞いた時に、あ、
じゃあもういっぺん芸人行こうっていう、ほんと屋敷さんのそれがすごいでかくて、吉本にごめんなさい、一回思い出してほしいんだ、こいつ携帯なくしてますからね。すげえいい感じで話してましたけど、本当に屋敷さんありがとうございます。そうやろな、それ巻き込んでやろ、巻き込まれてますからね、うん、NSC 一人で行くのちょっと嫌だったんですよね。まあ友達ちょっと安心できるし、はい、安心だったのでこいつに電話して。でもその性格で行くならな、はい、フリーはなかったんかやな。ああ、だって縛られたらないやろ。確かに。ああ、まあでも好きな人がたくさん、あ、吉本には、吉本にはたくさんいると、うん、あとまあ友達もいっぱい増えそう。はい、これ27の時の感想ですからね。27で友達また増えそうみたいな。やばいやつやん。そうだったら何していいか分かんないっすよ。そう、一応ちょっとした薄めのレールが欲しい。あ、そうです。そこはちょっと欲しいです。うん、はい、実際入ってみて、はい、どうや。3年経って芸人ですか、うん、もうはっきり言いますけど最高です。あ、マジで最高です。いや僕はあのこいつめちゃくちゃお笑い好きでやってたんですけど、うん、僕全くお笑い見なかったんですよ、うん、マックスのお笑いがあの矢島美容室だったんで僕。いや、ええよ、めちゃくちゃええよ。めちゃくちゃ好きで矢島美容室。でもネタ見るとかキリッとするような。なんかちょっとピリつくやろ、今の言い方。確かにね。いや、あ、ごめんなさい、最高のエンターテインメントです。もちろんそうです。シングルも全部買うとかぐらい好きで、ただネタとかその漫才とかコントとか全く見ないで育ってきたんで、急にこう巻き込まれて、最初 NSC に放り投げられた時はちょっとしんどいかなって思いました。そういうだからネタの真似事とかもやっ絶対来なかったタイプよ。もちろんです、はい。ゴリエとかのモノマネしてあの人気者だったタイプだったんで僕は。ネタとか何をすることがあるのみたいな、人前で緊張して、やらないやらないって僕は最初ずっと思ってたんですけど。そうだから断ってたもんな。そうです、好きで4回だったんですけど。その最高なんは、うん、はい、収入面はな、はい、サラリーマンの時とかあるやろ。あ、もちろんそれはそうですね、収入は。収入面しんどないの。まあ、しんどいですけど、もう分かってることじゃないですか、それは。そうですね、もう芸人はお金がない、はい、っていうのはもう分かりきってることなんで、うん、もうそこはもう全然クリアしてます。お金がないことが OK な世界になってるじゃないですか。まあお笑いはね、はい、芸人はもうない方がいいぐらい、そのいろいろ話にもなったり、うん、確かに。だからもうむちゃくちゃなことせえよじゃないけど、はいはい、うん、それがちゃんとしなきゃっていうのがもうまずなくなって、いつも一緒にいる人たちが前一緒にいた人たちより数段面白いんで、もうこんな最高なことないっす。挫折せえへんかったんや。周りにおるとかさ、はい、今までいた人より数段おもろいやん、はい、でなった時にさ、はい、俺もこの世界入って、はい、こんなおもろい人山ほどおんの。あー、無理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 。あー、確かそういう考えもまあ確かに、うん、例えばじゃあ同期がちょっとすごいとか、うん、なんかテレビ出たとか、うん、成績出てるみたいな時に、うん、結構僕はあの、わ、すごいねっていいじゃんってなんか心から思えるタイプというか。やっぱ今どきやなかもわかんないですね。なんかそうなのかもしれないです、はい、はい、今楽しいでしゃあないや。もう最高ですね。まあもちろんしんどいこともあるにはありますけど、うん、はい、でももうおもんないことを言う人の数が圧倒的に減ったんで、会社ってもう本当面白くない人、なんちゅうこと言うねんお前。多いんです。おい、いや、これは本当そう。これに関しては本当そうなんです。上司のこの話をね、もうやっぱり もちろん面白くないです。別に自分が面白いわけじゃないですけど、うん、その本当話を聞いてはっ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 毎晩。本当ですよこれ。これね、今見てる人は分かる分かるって共感できることだよね。いや、多分そうだと思います。君たちが働いてた会社がつまんないだけじゃないの。吉本興業の社員とか、それこそ制作会社の方とか触れてるんで、お笑いにね。だから全然その違うと思いますけど、もう普通の一般の企業はもちろん面白くない人が集まる場所なんで。そんなことないよ。もう勤めてた会社の人たちもう会えなくなるぞ。違う、面白が必要な場所じゃないの。会社はね、会社は資料がうまいとか。俺らの会社は面白が必要だけど、一般職はそこじゃないと。面白は一切いらない。まあ確かに。俺らは最高やろ、リュウ君は。カズ君はどうなの、引っ張られた側としては。27まで7年間働いてて、うん、NSC の途中ぐらいまで、そう、生活水準を下げれなかったんで。あー、そうか。ちょっとまあ、ね、お金も持ってて、うん、まあ、お酒を飲み行くのにも全然バーンって払って、うん、タクシーとか乗って帰ったりっていう生活を、うん、ができちゃってたんで。まあ、それはサラリーマン時代もんな。はい、で、収入が一気になくなった時までは、うん、
正直しんどいなって思ってました。おけど今は結構最高かもしれないです、ね、へいや、なんならこいつの方がその芸人生活を謳歌してるというか、うまあ、僕は誘ってる以上、まあ、言ったらそのネタとかは僕がちょっと一応書いたりしてるんです、うん、で、こいつはまあネタはもう書かないので、はい、もうしょっちゅう飲み行って、うん、だから僕が入る前に会いたかった芸人の人たちと飲みに行ったり、うん、で、ネタ合わせには二日酔いで来てで、やってネタは多少こいつが受けて帰ってお疲れした、今日も飲むぞ、最高だよお前はいや、ちゃうねん。こっちはこっちだな。いいですよね。コミュニケーションを取って。そうそう、外交担当。そうそう、人脈広げるのも大事やろ。そうだよ。こいつが飲み行ってる人は、こいつより俺の方がその人のこと好きです。昔から知ってるんで。お前、石田みたいなこと言うわ。好きじゃない。俺の方が全然好きです。こいつずっとこれ言うんすよ。あの、一緒やろ。うちの相方もせいけどさ、そもそもお笑いファンやん、ね。あ、そうですよね。はい、はい。その感覚はあんねん。何も知らないやつが、へっへっへじゃねえんだよ俺のがその人へ愛ありますからね。愛があっても会えてなかったら意味ないね。何言ってんだよ、愛と俺と嫁行きたいんだよ、まあ、楽しいからな、やっていけるけど、はい、そうですね、本当今はもちろん最高でハッピーやるけど、未来考えた時にさ、まあまあそうですね、ちょっとするのが、僕ら、28が1年目の年、そうやろ、28、1年目やろ、はい、1年目です。俺28 M1 優勝、そうですよね、そうですよね、そうなんですよ、うん、これがまずゾッとするんですけど、うん、と、今僕ら神保町漫才劇場っていうのに所属してて、うん、はい、やってるね、はい、1年目から今10年目までが、うん、11か、10年目まで在籍する、うん、はい、劇場なんですけど、はい、僕ら、10年目38なんですよ。確かに、ね、おー、そうか、はい、でも映画だ、お前こっからさ、はい、こうコンビ組んで、遅咲きでコンビ組んでるからさ、はい、錦鯉の記録抜けるかもしらんがな。いやいや、そこには到達、15年だったら43でしょ、ラストイヤー。あ、そうです、43、ギリギリ届かないもんな、おもんないわ中途半端とか言っちゃってるんですよね。そうなんですよ、もうちょい遅く入ってこいよ普段は漫才コントで言うと漫才か、そうです、漫才は、この感じでは、はい、どうなの、戦績というか、アンダーファイブっていう5年目以下の大会が、ね、今ちょうどやってまして、うん、2回戦で落ちました。え、僕ら、はい、その去年は、うん、最若手で準決勝まで行ってた。お、すごいやんか。もう今年はそれを超えなきゃみたいな、決勝行かなきゃ、そうです、最低ライン準決勝、まあ、でそこ超えないと M1 では戦えないですね。で、周りの先輩とかからも、うん、もうお前ら今年はもう準決以上行く感じでやってんだろうみたいな、うん、毎日、うん、はい、それはそうっすよ、今年はマジ決勝行かしてもらいます、うん、みたいなことを言ってたら2回戦で落ちました。やばい、これはこれちょっとびっくりしてます、本当に。なんかあんの、これが原因やなみたいな。ないんです会場も受けて、あ、受けてた、受けてたんですよ、会場もまあまあ受けて、うん、で、言っても5年目以下の大会の、まあ、2回戦なんで、別に手抜いたとか一切ないですけど、まあ受け的にも、うん、まあ大丈夫かなと思って、次の日結果見たら受かってない、落ちてるってなって、もうほんと今かなり、今がそれと結構 NSC から入って今が一番へこんでる時期かもしれない、メンタル落ちてる時期か、はいはい、でもあの5年目のやつってうちの相方が審査員とかやってるやつか、はい、そうです、だからそんな全然ねえの、はい、お笑いファンやろ、はい、絶対俺より相方に会いたいよね。あ、いや、でもあの大本当にありがとうございます何か言えよ、ありがとうございます、何か言えよ、何やねん、ありがとうございます、俺繋がんで、違う、なんか繋いでくれるみたいに言うよ、繋がん、繋がん、ありがとうございます、自分で頑張れよ。今日好き見てました、薄い薄い、めちゃくちゃ薄い、薄い箸渡してこないあ、けど僕ら石田さんは僕らの年から講師やって、はい、やり始めてくれた、だから NSC 出てるから、そうですね、はい、27期からが石田さん講師として参加して、だから石田が講師で参加した1年目の子、そうです、そうです、そうか、はい、お笑いファンとしてはやっぱり嬉しいんやろ。嬉しいです。まあ石田に限らず他の現役バリバリの方が先生やってくれるから、そうです、そうです、あのパンク部の佐藤哲夫さんもそうですし、で特別講師みたいな感じで、あのマジカルラブリー野田さんとかやったりするよな、銀シャリ橋本さんがいらっしゃったりがあるので、どんなこと教えんの俺、いける、早く帰らせよいける、本当に、あとは NSC が判断します、ね、ちょ早くいけるかどうかを言えよ無理か、いやいや、リュウでは判断無理か、僕は判断できない、ちょいけます
ますって、はい、できるかできないか一回置いといて、はい、まだできないな、僕はちょっとごめんなさい、すみません、本当に大好きです。ちゃ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 、一番お前悪いこと言ってるんで。ただ僕はそれこそあの芸人さん特別講師みたいなので、はい、その後、まあ各番組だったりとかラジオとかで、うん、はいはい、この間 NSC の講師行ってきたんだけどみたいな、例えば石田さん哲夫さんは、うん、毎月やられてるんで、はい、特別で来られた方とかはラジオで、うん、いやもうあれなんて言ったらいいか分かんないよねみたいな、あーこの教える上でね、はい、だから結構困ってるのは困ってるかと思いますね、うんうん、まあそりゃそうよな、はい、だって本来、まあ、NSC という学校はあるけど、はい、お笑いの根幹の部分は教えるもんでもないしな。そうなんですよね。まあまあそうです。そうだから結局見せ方とか、はい、表現方法とかやんか。そうですそうです。そこだけやもんな。そうなんですよ。それでやってんのか。そうです、はい。I know you're gonna dig this。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。